伏見ミリオン座は愛知県名古屋市中区近2丁目15の5にある映画館。2005年12月17日には名古屋市中区坂1丁目4の16に初代の伏見ミリオン座が開館した。2019年4月19日には名古屋市中区近2丁目15の5に移転し、スクリーン数、座席数が増やされた。2019年3月31日に大津シネマが 開館するまでは、名古屋市で最も新しいミニシアターだった。スターキャットケーブルネットワークによって運営されている。スターキャットケーブルネットワークは1983年開館のゴールド劇場、シルバー劇場、2000年開館のセンチュリーシネマも運営している。初代ミリオン座で上映された、ローマの休日名古屋市の二大繁華街である名駅と、境に挟まれた伏見と呼ばれる地区には、 1895年創業の劇場であるミソノザが象徴的存在である。1950年11月2日、古川亀サブロを率いるヘラルドグループがヨーガロード召喚のミリオンザを設立。ヤカタナは当時、名古屋市の人口が100万人を突破したことに由来している。ミリオンザの内部には壁画が描かれていた。開館番組はジョルスン物語だった。 主に洋画の大作、話題作が上映されており、バンビ、ピノキオ、禁じられた遊び、ローマの休日など数々のヒット作を排出した。1960年代後半には、街の賑わいがエイト名駅に移り、両社の中間にある伏見地区の映画館には、大作が配給されなくなった。昭和30年代後半には、名画座路線に転換し、旧作や名作の上映、 シリーズものの連続上映、アートシアター系作品の上映などで人気を集めた。1980年に支配人に就任した、牧野金則は大手配給会社との契約を打ち切り、アート系映画への特化を決定した。この決定は映画ファンの指示を受け、今日のミニシアターの先駆けとなった。1980年代半ばには、建物の老朽化、 周辺の繁華街の地盤沈下などもあって、ヘラルドグループは、ミリオン座の閉館を決定した。裸足の弦が、最終上映作品となり、1983年9月2日を、もって閉館した。跡地には1984年にライブハウス、ハートランドスタジオが立ち、2015年まで営業。2019年現在は解体され駐車場となっている。なお、 ミリオン座と入れ替わるように、ヘラルドグループは、国鉄名古屋駅西口に、ゴールド劇場、シルバー劇場を開館させている。伏見には1938年に開館した、名宝会館なども存在したが、名宝会館は2002年に閉館し、伏見から映画館がなくなった。2005年12月17日、スターキャットエンタープライズによって、 全身のミリオン座とはやや離れた場所にサンスクリーンを持つ伏見ミリオン座が開館した。ミリオン座という名称の映画館は22年ぶりであり、旧ミリオン座のトレードマークだった王冠のロボを引き継いでいる。開館前の12月上旬には、旧ミリオン座最後の支配人だった、牧野金則が伏見ミリオン座を考え深げに訪れている。初回上映作品は、旧ミリオン座で何度も上映された。 ローマの休日。開館初日の12月17日には、その他に、失踪、ポビート・ディンガン、ディア・ウェンディが上映された。4階建てのビルに3スクリーンを持つ。1階に169席のミリオン1、3階に105席のミリオン2と67席のミリオン3があり、1階には、ロビーチケット窓口、売店、カフェなどがある。店内売店では、 フェアトレードコーヒーを販売している。2005年から2019年まで使用していた建物は名古屋市営地下鉄東山線、鶴舞線伏見駅南西側にあったが、賃貸借契約満了に伴う移転のため2019年4月7日をもって閉館。同館の最多動員記録を樹立した、この世界の片隅に、が最終上映作となった。なお、 旧館の建物は2020年2月2日時点ですでに解体されている。2018年5月には移転後の建物の工事に着工。2019年4月19日、伏見駅北東側に新築した建物での営業を開始した。この建物は地上7階建てであり、スクリーン数は現在の3スクリーンから4スクリーンに座席数は 現在の計341席から計417席に増えた。1階には現在と同じようにカフェが設置されている。2011年の九州合併までは、子会社のスターキャットエンタープライズ。ありがとうございます。